毎度いつもありがとうございます。ヒッシーです。今回はですね、エピソード15、赤道のウォーカーギア、ウォーカーギアをすべて排除せよということで、やっていきたいと思います。 S ランク攻略ですね、もちろん。ウォーカーギアは排除しませんね、もちろん回収でいきます。敵とはもうできるだけ合わずにいきたいと思いますんで、サクサクサクっといけるミッションじゃないかなという感じですね。はい、見てください。いきましょうか。どうぞ。はい、行きましょうか。で、どこかな、こっちかな、あそこね。で、とりあえずちょっと距離あるんで D ホースかなって感じなんですけども、敵の拠点の中に入るともう D ドックの方がいいと思います。ほいで、この黄色いとこ目指していったらいいんですけど、ちょっとそれたところから、外れたとこから僕は狙っていきたいと思います。ちょうど後ろから攻めていくような形ですね。その方がウォーカー回収しやすいんですよね。でこの辺でちょっとワンワンを呼んでおきましょう。おっす、やった。もう一発すぐ回収。ターゲットはその拠点内に配備されている。すべて見つけ出し排除してくれ。はい、あれ、あと1個どこ行った。この辺に2体あるはずなんですけどね。あれ、さっき1体回収したかな。
とりあえずついでに捕虜も回収しておきましょう。あ、一人こっち向かってきてるね。これ3つ目かな。あ、そうやね、さっきしたもんね。これ3つ目4つ目で終わり。いいぞ、その調子だ。よし、はい、いいぞ。残りターゲットなし、目的は達成した。ジェリー、または陸路でホットゾーンから離脱してくれ。でこっち何もないんで、こっちに向かって走っていきます。ちょっと走ると、ホットゾーン離脱ってなりますんでね。よし、ホットゾーン離脱だ。敵の追撃なし、ミッションクリア。はい、こんな感じです。まあね、あの D ドック連れていくと敵の位置が分かるんで、うまいことね、あのウォーカーギアがおるあの辺の敵兵士を、きっちりちょっとずつ無力化していって、であとはゆっくり回収って感じですね。で、怪しまれたらもうとりあえず一発回収しておくと結構敵が隙だらけになってくれます。なんてこったみたいな感じになるんでね。まあ、その隙をついて眠らせるなりなんなりですね。まあ、警戒態勢ちょっと悔しかったですけどね。警戒態勢ならないようにできれば行きたかったんですけども、まあまあ落ち着いて処理していけばいけるかなって感じですね。で、捕虜一人だけ回収してるんで5000点プラスされてます。で、ノーリフレックスの完全ステルス久しぶりで、これポイントでかいですよね。やっぱり1万とか2万4千なんで、まあ、こんな感じで S ランク取れちゃいますと。ノーリフレックスも結構やりやすいと思います。一回警戒態勢になったんで危なかったですけども、あれならなければ結構楽勝ですね。遠くからペチッと一発撃って、どっか隠れとくとかでね、待っといたらポンポン寝ていくみたいな感じでやりやすいんですけどね。まあ、うまいこと、完全ステルスでいけたんで、動画アップします。まあ、こんな感じでやってみてください。はい、以上です。ではでは、またお会いいたしましょう。さよなら。